ヨハンゲ・オルク・ツインメルマンヨハンゲ・オルク・ツインメルマンは、旧スイス連邦の哲学作家、博物学者、医師。リスボンの破壊の表紙1728年12月8日、アール・ガウシュー・ブルックで生まれた。ゲッティンゲンで学び、医学博士の学位を取得した。1751年の学位論文で、イリタビラテイトで名声を得た。ネーデルラント連邦共和国と、フランス王国を旅した後、 ウーバーダイ・アインザム・キッドとフォム・ナッシュナル・ストルズを書いた。これらの著作は神聖ローマ帝国で反響を呼び、ヨーロッパ諸国の言語に翻訳されたが、ブリタニカ百科実典第11版はこれらの著作が、ほとんど重要性を失ったとしている。1764年には、ブルックで、ホンデア・アーファーン・インデア・エルツェネソン・シャフトを書き、再び注目を集めた。 1768年、ハノーファーに移住して、ゲオルク3世の個人医師になった。ロシア女帝エカチェリーナ2世も彼を、サンクトペテルブルクの宮廷に招こうとしたが拒否された。プロイセンをフリードリヒ2世の死去直前に、彼を診察した後、ウーバー、フリードリヒデングローセンウントマイネアンテアダンミット、アイム、クルツフォアザナムトデト、フラグマンタウーバー、 フリードリヒデン・グローセンを書いた。ただし、ブリタニカ百科事典第11版はこれらの著作についてフリードリヒ二世に対する誤った印象を与えると評した。1795年10月7日、ハノーファーで死去した。J.G. ジンは植物の学名で命名者を示す場合にヨハンゲオルク・ツンメルマンを示すのに使われる。 本節の関連図書はブリタニカ百科事典第11版より、転載している。ありがとうございます。